ショーベルト海に浮かぶデンマーク領の島。アルス・スンド海峡を挟んで、ユラン半島の東にあり、ドイツ領のシュレース・ビヒ北岸にある。島の面積は321平方キロメートルで、総人口はおよそ6万人。行政面では、スナボーコムーネに属する。島の北と東は、ショーベルト海峡があり、南には、フレンスボーフィヨルド、西にアルスフィヨルドとアルス・スンド海峡がある。 砂防止が基礎自治体の中心地である。商業に適した旅行があり、二つの橋がユトランド半島と島との間にかかっている。一つは1981年完成の全長682メートルのアルス海峡橋。もう一つは1930年に完成した鉄道橋でもある全長331メートルのクリスチャン十世橋である。フェリーも運行している。アルス島は、 肥沃な土地であり、養豚業が盛んである。島はかつて果樹園で知られており、一部は今もある。島西岸はアウゴステンボーフィーヨルドなど多くの湾と入り江がある。多くの考古学的発見から、島には後期的時代から人が居住していたことが分かっている。中世には、島は多くの貴族たちの影響下に置かれ、その誰もが島と島民を支配した。 デンマーク王クリスチャン三世の息子ヨーハンは、広告として島を所有し、他の貴族らから権利を買い上げた。島は後に再度小さな広告に分割されたが、この試みはたちまち失敗した。初代、アウゴステンボーコエルンスト・ギュンター一世初代、アウゴステンボー公爵夫人、アウゴスタ・アウゴステンボーの町は、オルデンブルク家の分家にあたる、スレースビホルステンセナブをクげの一員である。 エルンスト・ギュンターによって1651年により、後にアウゴステン宮殿の周囲に作られた。エルンスト・ギュンターは、クリスチャン三世の彦にあたり、領地を持たない、次男以下の出であった。宮殿と必然的に町は、エルンストの妻、アウゴスタを記念した名前アウゴステンとなった。アウゴスタは、夫エルンストと同族の出であった。宮殿は、 エルンスト・ギュンターの子孫が主に暮らす場所となり、やがては宮殿の名前が加盟となった。18世紀後半までアウゴステンボー家とデンマーク王家は同族として揺るぎなく代々続き、アウゴステンボー家が島の支配者となった。広告は宮殿に暮らした最後のアウゴステンボー公クリスチャン、アウグスト2世が親ドイツ派に回ったためにデンマーク王家によってその座を追われた。 彼は1848年3月18日に島を離れた。第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争と同時期、デンマーク軍はフリードリヒホームランゲル式のオーストリアプロイセン連合軍に対してアルス島南西で正面衝突した。1864年にはアルス島の戦いが起こった。1870年、アルス島は ドイツ帝国によって要塞化された島の支配者がドイツとなっても島民の大半はデンマーク人だった。1920年、アルス島は国民投票によってデンマークへ復帰した。1920年以後、アルスは急成長する産業で注目を集めた。1945年以後は特にダンフォスが国際企業に成長した。なお、 アウゴス展望家の直径は20世紀に入って断絶した。砂棒港アウゴス展望宮殿は現在病院として使用されている。城、町、広告の歴史についての展示は建物入り口付近にある。木内協会は下記に一般公開される。詳細は砂棒を参照砂棒の町には砂棒城と賛美へ合う荘園がある。砂棒城は町中心にあり、 地域の歴史と文化に的を絞った博物館となっている。博物館は年中無休である。サンビアウ荘園は長く砂防クへの所有で、その後、レーベントロー家のものとなったが、1954年にオーフス大学に寄付された。ありがとうございます。